ちょっと目を、目は別に今のところ悪くないけど、食欲落ちくると目何が出てくるからね。目はちょっとついてました。あ、ついてました、はい、あ、じゃあもう目にも来てるね。要は免疫力落ちくるとさ、結膜炎なんて目何が出てきちゃうんですよ。でこれは今は目を洗う薬だけど、そんな目に出るんだったらこれちょっと蓋開けて、これは抗生、お風呂写真で抗生物質なんですけど、これもちょっとしますね。ちょっとさせてくれ、ごめんなさい。手が難しいから、こうやってちょっと持たせてくださいね。で、これは点滴。ごめんね、ちょっとヒットしたい。点滴と心臓。いいですか？はい、大丈夫。ごめんね、ちょっと痛いよ。ちょっとチクッとするよ。点滴と心臓とか肝臓とか腎臓の機能を高める薬と呼吸を楽にする薬、それからあとビタミン剤、これがちょっと一番量が多いから痛かったと思う。あとはちっちゃい注射ね。はい、頑張ろう。はい、これは抗生物質、これは呼吸に楽にする薬です。おしっこが出る薬ね。それから胃腸を動かす薬、最後は苦しい、痛い苦しいを取る薬ね。はい、楽にして、頑張ったね。これ思考戦勝者用意してください。